薬杉の代表格である、縄文杉ウィルソン株付近の薬杉林薬島の樹木は、このような栄養の少ない花崗岩の上に生えるため、成長が遅い薬杉は、薬島の標高500メートル以上の山地に自生する杉。競技には、このうち樹齢1000年以上のものを指し、樹齢1000年未満のものは、小杉と呼ぶ。また薬島で植林された杉を、 一杉と呼ぶが、樹齢100年以内の小杉を指すことしても用いられる。こう使い分けて、呼ぶのは主に地元で、昔から生活に密着した材料だったためである。工芸品でも有名とされる。一般に、杉の樹齢は長くても500年程度であるが、薬杉は桁外れに長い。栄養の少ない花崗岩の島に生える薬杉は、成長が遅く、木目が詰まっており、 高雨が多く湿度が高いため、樹脂分が多く腐りにくい特徴を持つ。そのため樹木の寿命が長いと言われ、樹齢2000年以上の大木が多い。これまで確認されている中で最大の幹回り16.4メートルを持つ、樹齢2000年から7200年の縄文杉、紀元杉やウィルソン株が有名である。縄文杉に至る標高約1000メートルにあった。 大杉と呼ぶ、樹齢、約2000年とされた杉が2010年9月10日、地上約3メートルの高さ部分で折れ倒木として、確認された。樹高23.7メートル、幹回り12.6メートルで縄文杉に次ぐ、太さで故死していない、逆杉であったが、倒木後は一部に、空洞も見つかった。地杉として新たに植えられる杉は、 島内の杉から採病した苗木が用いられるため、遺伝的には、薬杉と地杉を区別できない。しかし、地杉は薬杉と比べて、木目の幅が明らかに広く、木材の薬杉と薬島地杉は別種の商品として取引される。1560年頃大隅ただし八万宮の改築にあたって薬島から杉日の木材が運ばれたことが、 道神宮の石碑に記されている。これが記録に残る初の薬杉の伐採利用である。また1587年の九州制圧後、石田三成が島津義久に命じて薬島の木材資源量の調査を行っており、1590年頃に小豆島の大型船11隻が京都方向時代仏殿造営のための薬杉材を大阪へ運んだとされる。 江戸時代に入り、薬島出身で、薩摩藩に仕えていた日蓮宗の僧で、儒学者の泊まり助畜が、薬島の島民の貧困を目にして、薬杉の伐採を島付けに検索したとされ、六百四十年頃から山岳部屋地の本格的な伐採が始まった。薬杉は、洗剤、建築材など様々な形で製品化されたが、多くは、開きと呼ばれる屋根材に加工され、 出荷された。薬杉は、薩摩藩により、専売制のもとに置かれて販売が独占された。島民は、薩摩藩に年貢として主に、開きを納め、またそれ以外の様々な産物も開きに換算して、国高が計算され、いわば、開き本一製とも言うべき、経済統制が行われた。また、年貢の割り当て分以外の薬杉は、 米その他の品物と交換される形で、薩摩藩に買い上げられ、島民の収益となった。明治時代、1873年の地租改正で、島の90%以上が国有地とされ、島民による伐採が制限された。これを不服とし久島側が国有林の払い戻しを求めて裁判を起こすが敗訴した。しかしこれによる島の経済的困窮が問題となり、 1921年に三輪局鹿児島大林宿所によって薬島国有林経営の大綱が発令された。大綱の内容は次の4点。全だけ部分を地元利益になるよう取り扱う新単輪利用を可能にする伐採増林には地元就業を誘導し取り持ち原木供給に努める国が林道建設と薬島一周道路の費用負担をする。 判決で国有林化が決定し、薬杉伐採は本格的に開始される。2001年、各種の保護区以外の国有林では、伐採可能な林分を切り尽くし、天然薬杉伐採は終了した。天然杉の伐採が終了した現在、土産物などの加工に使われている薬杉は土埋め木と呼ばれるものである。 これには伐採の後の切り株や台風などで倒れた倒木も含まれる。ありがとうございます。